あのフォローするフォローバックするわけじゃないんだけど、あれ塩村彩香で最近ちょっとなんかあれだね、年取ってきたね、あの塩村彩香っちも、うん、分かんないけどね。お、あ、分かってもらいます、皆さん。そういう感じ、あのなんかはっきりしてるじゃないですか、だけどなんかはっきりしすぎて、なんかちょっと顔が偏ってるね、塩村彩香はね。顔が偏ってんの、あの右になんか曲がってんのよ、なんかこうやってこういう感じ、顔がこういうさ、なんかこういう感じなんですよ。見てみればわかると思うんですけど、もう口とか超曲がっちゃってんのね、あの右で、こうやってさ顔半分隠してみるんですよ、塩村彩香。右と左が結構だいぶ違うんですよね。それが怖いね。であそこまで行っちゃうと、もう本当にだからそんぐらいの顔が曲がってるぐらい、あのど、そのどっちかの脳が発達してる人。ああ稲室泉ね、稲室泉反町くんの元からでしょね、かわいそうだよね。なんかそういうなんかビッグネーム同士で付き合った後みたいなね、結婚できない女みたいな感じになっちゃったからね、稲森。もう最近だって稲森泉お母さん役みたいな感じになってきたでしょ。ね、もうあのメインのさ、その恋愛する役じゃなくなってくもんね。ちょっとかわいそうだよね、稲森泉ね。まあ俺は稲森泉はタイプじゃないんだけどね。